こちらセブンの唐揚げ棒です。おお。ちょっと待って、全部チキンじゃん。お前らまたコメント欄荒れるぜ。いや、コンビニのレジ横やっぱチキンが多いですよ。本当に、いや、多いかもしんないけど、違うのにするのがお前らの役目だろ。ガチですから。ガチでちょっと選んだから。ちょっとなんだよそれ。S は唐揚げくんも好きなわけじゃない。唐揚げくんも、はい。それよりもこっちの方がうまい。こっちの方が、はい、僕は。おでもちょっと唐揚げ棒は、唐揚げくんよりちょっと脂あるんですよ。あ、じゃあ中間あたりかもしれない。ちょうどいいかもしれないし、ちょっとカリッとしてるイメージもしかして。おお。だから、こっちの方がやっぱだいぶ唐揚げっぽいっすよね。そうだね。はい、ちょっと食べやすいね、しかも。いただきます。ちょっとチキン3連敗。なんか竜田揚げに近いカリカリの衣と中のなんかもうしっかりと味付けされた醤油と生姜の、いや、カリカリ感がまずない。お前言ってるけど。サクサク感がないんだよ。俺もそれ期待してたの、はい、歯で噛んだらサクって、はい、おいいじゃんって、はいはい、中がジューシーで、はい、それがないんだよ。むにゃ。無人島に1ヶ月放置されててもこれ買わない。いや、美味しいですけどね。本当に、はい、お前らチキン好きなだけじゃないの。いや、そんなことないですよ。っていうか、俺チキン好きじゃないかもしんない。好みの問題の。だけどカリが欲しいよね。あ、高校ぐらいからずっと食ってるんで、うん、もう多分10年近くずっと食ってるんですけど。本当。お前食のレベル低いね。ちょっと待って、これセブン、ローソン、ファミマ全部敵に回す。本当に。いや、唐揚げダメだね。こちらの唐揚げ棒、うん、セブンイレブンの特製肉まんを100点とすると何点でしょうか。60点。今のところ1位ですね。これレベルすごい低いだろ。違う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 、あのファミチキ、唐揚げくん、唐揚げ棒ってコンビニの3大ホットスナックと言っていい。いや、聞いたことあるよ、はい、唐揚げくんなんか有名じゃん、はい、あの、名前で釣って。ただ、くんをつけて、もうね、おいでおいでってして、実際壊したら、もう犬の犬みたいな感じやん。犬の犬はもう本当、チューニングぶっ壊りすぎです。